はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は2022ボリューム2の高評価選手まとめということで、えー、評点がね、4.5以上の選手の一覧を作っていきます。今回、フォワード編ということでやっております。はい、ということで、この動画なんですけれども、まあね、まあ、新シーズン始まりまして、あのー、各チームごとにね、85以上の選手全員評価していったんですが、その中でも、総合評点が4.5以上だったフォワードの選手を、この動画でちょっとまとめていきたいなと。 思います。まあ、あくまで振り返り用だったりとか、まあ、いい選手を確認する用の動画としてちょっと残せておけば、まあ、僕としてもね、まあ、僕も今後なんかそういう動画作るね、まあ、これに関連した動画を作ることも当然あると思うし、まあ、皆さんもね、結構そういうリスト、リストじゃないですけど、まあ、動画になっちゃいますけど、まあ、動画というのがあったら助かるのではないかなと思ってちょっと作ってますけれども、はい、ということでよろしくお願いします。<laughs> はい、やっていきたいと思います。じゃあ、早速、まあ、一人目からも行きますか。 はい。もう、フォワードなんで、今回最後になるんですけど、はい。まあ、10選手ぐらいでしたかね、フォワードもね。なので、まあ、一人一人結構丁寧にやれる時間もあると思うんで、やっていきたいと思います。じゃあ、まず一人目、こちらです。はい。カシマアントラーズの鈴木優真選手です。 はい、鈴木優選手ね、もう前半の活躍から後半、まあ、特に前半の方がすごかったかな、勢いはね。うん。まあ、やっぱアントラーズの勢いもありましたしね、まあ、グレードも97まで上がって、まあ、これは評点が8月12日時点ということで、まあ、ちょうどアントラーズがバリバリに、はい、調子良かった時だと思うんで、まあ、それの影響もあるんだと思いますし、まあ、鈴木優選手の調子もその時がピークだったんじゃないかなと思うんで、はい、非常にいいカード出たなと思いますね。 まあ、ここ、スキル構成としては、まあ、ポストプレイヤードライブ、ボレーなんで、まあ、どれも強力っちゃ強力ですけど、まあ、アーチドライバーはね、まあ、ートスキルの中で、まあ、中、まあ、真ん中ぐらいですけど、まあ、組み合わせがいいですね。ボレー、ポストとか、まあ、ユーはクラチャンでもいけるし、リーグでもいけるし、ということで、まあ、ボナセンもオフェンスなんで能力値もね、問題ないし、というところで、まあ、評価上がったかなと思います。 はい。まあ、使いやすいっちゃ使いやすいのかもしんないですね。うん。ポストとボレー持ちだったら、まあ、そうですね。まあ、そこに3スキル目で中距離シュートがついてるっていうのは非常にバランスがいいのかなと思いますね。はい。まあね、鈴木優真選手も、まあ、限定がね、まあ、青相撲ももう泣いてありますし、まあ、トップアシスト来たらトップアシストもあるし、ってことを考えると、まあ、今年ね、結構出る限定によっては、まあ、何枚も限定が出る可能性が十分に高い選手なので、 でレギュラーをね、97なんで、まあ、限定が来た時は結構目玉クラスに当然なってくると思うので、まあ、そこを含めて今後ね、どういうスキル構成で出るのかとか、結構ね、その手数も多そうだしね、いろいろスキルつきそうなんで、まあ、そういうのも含めて結構楽しみだし、うんまあ、来シーズン以降もね、本当にどういうカードが出るのかというのは非常にね、楽しみな選手だと思います。まあね、まあ1枚持っておきたいですよね。<laughs> 強いカードをね。うん 持っとくと結構まあ助かる選手の一人かなと思いますね。はい。非常にいいカード出たと思います。では、二人目なんですけれども、FC 東京のディエゴ・オリベイラ選手です。はい。ディエゴ・オリベイラ選手ね、グレードがちょっとね、前95付近まで来てた選手ですけど、ちょっと下がって87になっちゃいましたけど、まあでもグレード下がったんですが、カードは強力なやつ出ましたねっていう感じですかね、感想としては。 まあ、異次元シュート、エースストライカーということで、まあね、異次元持ってる時点でね、評価高いのは間違いないんですけど、まあ、組み合わせとしても、エースストライカーということで、まあ、近距離、長距離の、長距離、うん、長距離の組み合わせなんで、はい、ここも非常にバランス取れたいいカードが出たなと思いますし、まあ、能力値に関しましてもですね、オフェンス高めプラス、ボナセンゴオフェンスということで非常にいいかなと思います。 まあ、ここ、ただ途中交代で使うんだったら、ちょっとウィング適正に注意が必要なんですけど、まあ、できれば先発で使った方が交代は安定しそうな気がするカードですかね。はい。まあ、先発向きではあるかなと思います。まあ、うん。まあ、J クラってやっぱグレードも大事ですけど、まあ、能力値も大事なんですけど、やっぱスキルが基礎ですからね。うん。まあ、ここのスキルの部分でいいカードが出たということは、まあ、今後も非常にね、使いやすい。はい。まあ、このカード持っとくと、まあ、やっぱ異次元カード、 っていうのは結構特別ですし、まあ、ディエゴ・オリベイ選手ならまあ限定来たらまあその時はは、ね、グレード高く出そうな気もするんで、まあ、そんなに別にグレード低下に関しては悲観することではないかなと思います。まあ本当、よく言えば、ね、89まで欲しかったなぐらいはあると思うんですけど、まあ、全然87でも、はい、使える強いカード出たので、まあ、ここは一安心かなと思いますね、はい。では3選手目なんですけれども、横浜 F ・マリノスのレオ・セアラス選手です。 はい。レオセアラ選手も、まあ、ここもね、異次元ゴルハン、まあ、音速ドリブルということで、まあ、異次元と近距離の組み合わせということで、まあ、さっきのディエゴ・オリベラ選手にちょっと似てるんですけれども、まあ、それを含めてね、まあ、ディエゴ・オリベラ選手の上位互換みたいな感じで見ると、まあ、非常にいいド出たんじゃないかなと思います。で、能力値もね、ちゃんとボナーセンオフェンスついてきてるんで、まあ、能力値も問題がないかなと思います。 まあここもね、まあ、前半も素晴らしいんですけど、まあ、後半にね、前半レギュラーの上位互換みたいなカードが出てきたのは、非常に印象がいいかなと思います。なかなか前後半でレギュラーで異次元もらってる選手って今までいたかなって考えると、そんなにいないと思うし、まあ、なんならいないかもしれないんですけど、まあ、結構、やっぱ評価高いですね、運営さんのね。うん、で、ここもまあ限定来たら、まあね、当然強いカード、はい、まあ来ると思うんで。 まあここも非常に限定に関しても楽しみだし、まあ、な,んならこのレギュラーでも全然通用すると思うんで、まあ、ここ当たったらラッキーですかね。はい。いいカードだと思います。まあ、マリノスで結構お気に入り、ね、前半シーズンも蹴ってた人いると思うんですけど、後半もね、まあ、これでまあ全然蹴りやすいというね、まあ、水沼選手とかも見ますし、まあ、そこら辺含めても全然引きやすいようになってるのかなと思いますね。はい。 じゃあ続きまして、清水エスパルスのチアゴ・サンタナ選手です。はい。まあ、サンタナ選手ね、得点王に輝きまして、まあ、らしいカード出ましたね、ここね。まあ、急降下ミドルとエースストライカーとヘディングということで、まあ、特に A、B ね。うん。まあ、ここもまあ、近距離と、まあ、中距離、近中距離の組み合わせなんですけど、はい、非常にいいと思いますね。まあ、急降下ミドルも強いですからね、打てばね。はい。で、ボナセン、ここもオフェンスなのも評価高いです。 まあ、サンタナ選手もね、限定が後半シーズン何個出るんだって感じがするんですけど、まあ、シーズンフォーカスとかもあるんだったらそこもありそうだし、まあね、当然アオーズも出てくるし、でトップスコアラも出てくるしというところで何個出てくるんだろうなっていうね。<laughs> まあ正直4個とか出てもおかしくないんで、4、5個出てもおかしくないような気がするんですけど、まあ最低でも3は出ると思うんですけど、はい、まあそれのバリエーションちょっと気になりますよね。うん。 まあ、どっかで絶対超次元とか持ってくるんだろうなと思うんですけど、まあ、ーズよりももしかしたらトップスコアラーの方が強いとかそういう可能性もないとは言えないので、まあ、常にね、はい、限定が出るたびに、まあ、注目はしてほしい選手かなと思いますね。どっかでおそらくバゲオノ級のカード来ると思うんで、まず今年注目ですね。後半シーズンね、もちろん注目の選手の一人だと思うので、はい、まあ、ここ当然ね、レギュラーも強いんですけれども、まあ、限定もね、しっかりどういうカードが出るのかというのはね、抑えておいてほしいなと思います。 はい、では続きまして、名古屋グランパスのマテウス・カストロス選手です。はい、マテウス選手もね最近いいカードが、まあやっぱりまあ、マテウス選手、結構レギュラーね結構強めなイメージありますけど、まあ、能力値もね一時期ちょっとオフェンス値低い時もとかもあったんですけど、まあ、最近は結構安定してきて高いんでね、まあ、こういう面も安心要素かなと思いますしただ、最近ねウィングじゃなくてね CF 寄りになってきましたね、まあ、それはそれでいいんですけど。 まあ、ウィングで以前使ってた人はちょっとね、代わりの選手を用意したりしないといけないと思うんで、まあ、更新するってなるとちょっと大変かもしれないですけど、まあ、これはこれで僕はいいですね。まあ、僕としてはありがたいんですけど、正直 CF の方が枯渇してるんで僕はね、まあ、そういう人もいると思うんで、まあ、このチェンジがいいか悪いかは人によると思うんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、当然、まあ、どっちで出るにしろ、まあ、そこで出た時に強いカードが出れば個人的にはまあ、いいかなと思うんですけど、まあ、このカードも見ると、まあね、ミドルと近距離と、まあ、音速ということで、 まあ、バランスもまあ悪くないしね。うん。で、ボナセンもオフェンス出しとていうところで、悪くないですよね。うん。で、僕いつもね、名古屋の選手を見るたびに思うんですけど、このユニフォームかっこいいですよね。ふ <laughs> かっこいいなと思うんですよね、このユニフォーム。うん。結構好きですけどね、このデザイン。うん。いいと思います。センスがいいなと思いますね。はい。なんか欲しいですね。<laughs> なんなら欲しいですけどね。うん。飾り用に欲しいですね。はい。 いいユニフォームだなと思います。まあでも、マテルス選手もね、本当に、まあ、青ズもね、出ること内定してますし、まあ、そういう意味でも、まあ、限定カードがね、何枚出る、ここもまあ、何枚か出ると思うので、まあ、ウィング系で出るのか、CF で出るのかというのはね、まあ、非常に楽しみなところだと思うんですけど、まあ、そこはね、まあ、本当、運営者次第なんで、まあ、ど、まあ、ど、まあ、割れそうですけどね、ウィング系のカードも出そうな気もするけど、まあ、どうなんでしょうね。うん、ちょっと注目ですね、スキル構成ね。はい。 では、続いてなんですけれども、京都さんが FC のピーター・ウタカ選手です。はい、ウタカ選手もね、まあ今年もね、結構安定した、まあ J1 に来ても、まあ安定した成績を残された選手の一人だと思います。ちょっと終盤戦どうなんですかね、怪我なんかな疲労なのかなちょっと出てなかった、まあ後半出場とかが目立ってたような気がするんですけど、どうなんですかね。うん。まあでも今年9ゴールぐらいしてね、しかも前半、ね、月間 MVP まで取ってますからね。うん。 3、4月ね、素晴らしい活躍だったと思います。で、まあ、スキル的にこのレギュラーを見ると、まあ、ホックスインザボックスが近距離の上位スキルで、まあ、無回転がね、はい、これ異次元の B 番なんで、で、スピードドリブルということで、まあ、組み合わせもね、いいですね、シュートスキルのね、特にね、はい。で、ボナセもオフェンスだしというところで、ここもね、評価高い選手の1人です。まあ、宇タ選手もね、トップスコアラー、うん、ありますしね、まあ、トップスコアラーで、 どんなカード出るのかっていうのは個人的にはちょっと楽しみなんですけど、グレードがね、95乗りそうですけどね、限定来たらね、もうどうなんでしょうね。まあ出てみないとわかんないですけど、まあこのレギュラーでも十分強いと思うので、まあこれまでね、いっぱいいい限定出てますからね、なんならね、別にこのレギュラー使わなくてもね、もともといいカード持ってる人からしたら、まあ限定に食わせるのも全然ありだろうし、まあ幅的には結構広がると思うんで、まあここも、はい。 まあ手に入れたい1枚かな。持ってない人からしたら、まあ、いい豊か選手持ってない人からしたら、ここは特に欲しい、まあ、抑えておきたい1枚なのかもしれないですね。はい。では続きまして、セレスト大阪のジェアン・パトリック選手です。はい、非常にインパクトあるね、1年間、まあ、特に後半とかね、まあ、中盤から後半にかけてかな、特に素晴らしい活躍があったと思うんですけれども、まあ、そうですね、素晴らしい。 カードが出ましたね。インカタ、まあ、インカタじゃない、カットイン事件ね。うん。まあ、素晴らしいですね。で、オフェチがね、まあ、963で収まってますけど、まあ、ボナセンがね、補強してるんで、まあ、ここは別にそんなに悲観することではないかなと思いますね。まあ、よく言えばもうちょい欲しいですけどね。うん。まあ、85の中では、ほんとトップグラス、トップオブトップかもしれないですね、ここね。まあ、正直5をつけようか迷ったぐらいなんですけど、うん。まあ、4.5で抑えましたけど、本当に正直もう5に近い4.5。 だと思いますまあ、ここもね、パトリック選手もね、限定という意味ではまあ出そうですけどね、どっかでね。うん。どこで出るかちょっとなんとも言えないですけど。まあ、一番出やすいのはね、ニューウェーブとかがあったら出やすいっちゃ出やすいんですけど、最近ないですからね。まあ、どうかな。まあ、どういう限定で出るかちょっとわかんないですけど。まあ、シーズンフォーカスでもまあ、セレッソもね、結構今年、層が厚いですからね。まあ、どこかで出てほしい気もするんですけど。 まあどうかなって感じですね。はい。限定が来たら来たで、どういうカード来るか楽しみの選手だと思います。はい。では続いてなんですけれども、えー、サガントスの柿田裕樹選手です。はい。田選手もね、高い評点つけさせていただいたんですが、まあここはスキルから見ますと、まあスペクタクルボレーと無回転なので、まあ組み合わせがいいのもそうなんですけど、非常にまあ、くね、2つのスキルが強いということで、まあここは評価が上がった要因の1つですね。 はい、まあ、近距離はないですけど、まあ、ボレーがあるし、まあね、結構やっぱ、今の CF の選手って、やっぱ中級、まあ特に異次元系とかは、まあ、持ってるとやっぱり第一優先事項になるぐらい、やっぱ今ね、活躍がすごいので、うん、まあちょっとシュートセーバーとか出てきて、分があるかなってきてると思うんですけど、それでもね、シュートスキルの中でやっぱ一番強いと思うので、まあ、強スキル同士の組み合わせというのがやっぱいいですかね。はい 能力値もね、オフェンス高いし、スピード、ボナセンスピードやり、ボナセンオフェンスだったら完璧だったですけど、うん、まあ、でも強いと思いますね。柿田選手も、結構限定とかも、まあ、面白いね、面白くて強い限定、まあ、いっぱいあるんですけれども、ポスト系もあるし、まあ、なんならね、ストライカー、ちゃんとした生粋のストライカー系の限定とかもあるので、まあ、そういう餌としても見れると思うんですけど、まあ、このカード単体レギュラーと見ても、まあ、十分、まあ、使えるんじゃないかなと、個人的には思いますね。 まあ特にこのスキル構成というところが魅力あると思うので、はい、ここは高い評価できるのと、まあ垣田選手もね、今後、まあ巨とかがちょっとわかんないですけど、まあどこで活躍されてもまあ80は超えそうなので、はい、ここはまあ期待していいんじゃないかなと思いますね。はい。ではここから J2 に入りますね。はい、J2 まず一人目は、栃木 SC の矢野気象選手です。 はい。矢野選手ね。まあ、ここレギュラー唯一のオーバーヘッド持ちということで、まあ、このやっぱ、うん、いいですね。まあ、エースストライカーとビルドアップブレイクもスキルの組み合わせとしては悪くないと思います。まあ、やっぱオーバーヘッド強いですからね。<laughs> まあボレーの上位と思ったらいいと思います。はい。まあ、拾えるね。まあ、範囲もね、やっぱボレーより広いしね。まあ、ちょっとした浮き玉でもね、結構反応のしやすさで打ったらボレーよりもやっぱオーバーヘッドとかの方がいいだろうし、まあ、当然クロスとかフラスルに対する反応もま、オーバーヘッドの方が個人的にはやっぱいいと思うので、 まあうんここは文句ないかなと思います強いと思いますまあポジション的には CF が一番いいと思うんですけどもまあシャドウとかでも使えなくはないと思うんですけどまあ CF が一番いいのかなと思いますでボナセンオフェンスなどもね評価高い一つの要因ですはいでまあビルドアップブレイクもあるんでねまあなかなかうんまあディフェッチそんな高くないんでねちょっとファールの可能性増えるかもしれないですけど、まあ、意外とね役に立つこともあるんでただまあ正直な話オフェブレで取って でまあ、どうするかっていうところあると思うんですけど、はい。まあ、まあ、いいでしょう。<laughs> ということで、はい。矢野選手も非常に高い評価になった一人です。まあ、ここもね、注目したいですね、今後もね。はい。では、最後になりますが、レノファイマクチ FC の高木大輔選手です。ここ、唯一ね、フォワードで5つけて、まあ、なんならゴールキーパー以外で唯一の5の選手なんですけれども、まあ、スキル構成がね、非常に素晴らしいですね。テクニカルカーブ、カットイン、ピンポイントクロスということで、 これね、アーリーとかだったらちょっとね、5つけれないんですよ。これなんでかわかりますかアーリーとかチップとかだと僕5つけれないんですよね。まあ、唯一つけれるとしたらフェイント系ドリブルか、あの縦,か縦ドリブルか、まあ、こういったあのスナイパークロス系じゃないとつけれない理由がありまして、まあ、やっぱこの高木大介選手のカードというのは非常にいい点がどこかと言ったらカットインなんですよねで。このカットインを邪魔せずに補助できるスキルが 一番いいんですけど、ってなると、まあ、ピンポイントクロスは非常にいいですよね。うん、フラスル。奥に、まあ、要は発動位置がカットインより前だと、そっちの方が優先して発動しちゃう可能性もあるので、それだとダメってことですね。はい。まあ、いいのは、けまあ、それでもいいのは音速系とか、あの、フェイント系ね。だったら繋がるからいいんですけど、チップとか繋がんないからね、当然ね。うん。だから、もう本当に組み合わせ的には僕はもう完璧だと思います。はい。 で、ボナセオフェンスなのも、ま、完璧な要素の一つですかね。まあ、正直、<laughs> これレギュラーレベルじゃないと思うんですよね。強さ的に。うん、個人的にも限定と思っていいと思います。はい。ウィング限定と思っていい、<laughs> いいんじゃないかなと思うんですけど。まあ、なんなら普通にウィングで出てくる限定よりも、まあ、強い可能性全然あります。まあ、当然これの上位が出てくる可能性もあるんですけど、まあ、それぐらい強いレギュラーカードと思っていいと思います。なので、ま、自信持って広角をつけました。まあ、正直最初、 まあ、あんまり、まあね、5をつけないでおこうと思って最初やってたんですけど、で、最初も1対4.5にしたんですよ。ただ、後で見てみると、いや、これは5だろうということで僕は5をつけ直したんですけど、その場でね。うん。今見てもやっぱいいですね。うん。僕、あの時、キラ狙いしたんですけど、まあちょうどね、エクスペと被って、エクスペで宮市選手ね、引けて、まあそっちのキラー取れたんで、結果的にはオーライなんですけど、これが来るだったらちょっと話変わってたなって感じはしますけど、 はい。それぐらいいいカードですね。ちょっと、まあ、まあいいんですけど、まあいい、なんか難しいですね。難しいんですけど、キラ欲しかったなっていうね、思いはありますね。うん。まああの時にキラ回りした人は正解だったのかもしれないですね。はい。というぐらいいいカードが出ました。まあここも、まあ高木大輔選手ね、限定とかもまあ期待できると思うんで、まあ正直限定よりまあこんだけレギュラーカードいいの出たら、まあ、正直限定出なくてもまあもう勝ちだと思うんですけど、うん。まあそれぐらい絶賛しておきます。はい。いいカードだと思います。 ということで、えー、フォワードのね、全選手評価終わりましたが、まあ、うん、素晴らしい選手揃いでしたね。まあ、ビッグネームから、まあ、意外と最近旬になった選手とかもね、まあ、もしくは今年加入してね、ブレイクした選手から、まあ、結構バリエーションとしては面白い更新になったんじゃないかなと思います。まあ、これから伸びる選手も当然いますし、 まあこれを維持できればなっていう選手も当然いるので、まあちょっと評価としては、まあね、それぞれ選手によってね、まあこれから期待できるっていうか、これから伸びしろがあるのか、これがキープしてほしいのかっていうのはね、まあ違いがありますけど、うん、まあ非常に楽しみな選手たちかなと思いますね。はい。まあ限定もね、フォワード系が出やすいというね、ところもあるので、まあ、うん、そういう点も含めて、この中からね、また、 いい限定の選手がね、出ること。もしくは、まあ、この中には選ばれなかったけれども、まあ、J クラーね、いっぱいフォワードいい選手いるんで、まあ、その選手たちのいい限定がね、見れる後半シーズンになればね、いいかなと思います。ということで、じゃあ今日のこのフォワード編の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。